大体だが、曲の方向性は見えてきたな。よっしゃ、絶対いい曲にしてやるからな。うん、楽しみにしてるよ。お前は余裕そうだな。でも新たな曲がどんな風になるか楽しみだな。確かにな、遠野の曲は自然と乗せられるというか、パフォーマンスだけじゃなくてトラックからして俺たちの中でも頭一つ抜けてる感じがする。ありがとね、そう言ってもらえると嬉しいよ。遠野さんはいつから作曲をしているんですか？4、5年前ってところかな。でも本格的にやり始めたのは3年前だよ。アメリカでね。アメリカで？すげえな。ありがとう。でも別にすごくはないよ。音楽に関してはすごく影響を受けたし、かなりいいトラックもたくさん聴けたけどね。いいトラック？遠野さんが一番いいと思うトラックってどんなものなんですか？そうだな、心を動かされたものならいろいろあるけど、歌ってる時にこのトラックじゃないとこんなにいいパフォーマンスはできないなって思わせてくれる曲かな。このトラックじゃないとですか？うん、なんて言うのかな、聴く人だけじゃなくてプレイヤーの心を震わせて気持ちを引き出してくれるんだよね。絶対にこの曲で歌いたい、俺にはこの曲しかないって、そう信じさせてくれるんだ。お前がそこまで言うなんて気になるの？それなんていう曲なんだ？名前はないんだ、世に出回ってる曲でもないしね。まあみんなになら聴いてもらってもいいかな。この曲なんだけど。なんだ、心をぐっと掴まれるような、すごく自由で疾走感がある。それでいて激しいだけじゃない、切実な優しさを感じる。とてもいい曲だな。俺もこんな曲を書けたら。え？どう？すごいでしょ？遠野さん、途中からフレーズが消えたような。ああ、未完成の曲だからね。残念だけど、ここまでしかないんだ。一体誰が作ったんだ？相当クオリティ高かったが。俺の相棒だよ。相馬さんが。だから、未完成なのか。でも、いい曲だったでしょ？みんなに聴いてもらえて嬉しいよ。本当に、いいトラックだった。相馬さんは、あんな曲を作れたのか。疲れたね。あんちゃん、朝から思いっきり歌ってたもんね。つい張り切っちゃってさ。でも疲れたなんて言ってらんないな。次のイベントも全力でやりたいし。どんな曲にするかも早速考えていかねえとな。うん、私も何かいいアイデアが思いついたら連絡するよ。二人ともありがとう。私も楽しみにしてるね。と、もうこんな時間か。そろそろバイト行かねえと。私も父さんの手伝いしなくちゃいけないんだった。そういえば練習ちょっと長引いちゃってたね。このまま新曲のことも考えたかったんだけど、お店の後片付けをしてからになっちゃうな。俺もバイトの帰りにでも考えてみるか。私も何か手伝えないかな？え？私、
トラックメイクもできないし、青柳くんみたいに綺麗に調整することもできないけど、でもみんなの力になりたいんだ。あずさは？トラックメイクのことなら気にすんな。それよりお前はパフォーマンスに集中しろ。え？お前は前よりパフォーマンスが良くなったし、すげえ歌を歌えるようになってる。だが場数を踏めばもっと良くなる。お前が成長すればそれだけ俺たちの力にもなるんだ。お前にはお前にしか歌えない歌を歌ってほしい。東雲くん、私たちがラッドウィーケンドを超えるためには小羽のパフォーマンスが絶対に必要だからさ。だから今回のことは私たちに任せてね。あんちゃん、うん、わかった。ありがとう。私も頑張るよ。俺もいつまでも迷っているわけにはいかないな。今は俺にできることをやろう。どうにも集中できないな。少し休憩しよう。考えたところで仕方ないと分かってはいても、昨日のことをずっと気にしてしまっているな。まだ心の震える音を作る方法は見つからない。それに今回の新曲のことはもう秋人と白石に任せたんだ。今の俺がやるべきことは二人が作ってくれる新曲に最高のパフォーマンスで応えることだ。そのためにも、せめて練習量を増やさなければ。みんなの力になるために。それにしても、いつもの練習場所が工事中だったのは想定外だったが、馴染みのない場所での練習は新鮮だったな。たまにはこういう練習も刺激になっていいかもしれない。ん？そういえば、この辺りは相馬さんの病院が近かったな。東也くんならいい話し相手になってくれそうだし、いつでもいいからまた行ってやってくれないかな。相馬さんも次のイベントの話を聞きたがっていたし、話しに行こう。みんな同じテーマで新曲を作るのか。また面白そうなこと考えたな。はい、一体感を生むためにはどういう曲にすればいいのか、みんなで話してすり合わせていく予定です。楽しそうだな。肝心のテーマは何にするかもう決めたのか？生徒どうで行こうとなりました。もし俺たちで挑戦するなら、ラッドウィーケンドでナギさんが歌った時のような、一瞬で胸が熱くなって気持ちが溢れてしまいそうな曲がいいということで。なるほどな。ラッドウィーケンドのナギさん、一曲目から最強にかっこよかったんだよな。歌い出して一瞬で空気が変わったもんだから、あの瞬間まるで会場中が一つになったみたいでさやっぱり特別な思い出なんですね。当たり前だよ。あの時の感動は今でも忘れらんないって。そういうことならみんな熱い曲になりそうだな。ビビットバットスクワットは誰がトラックを作るんだ？トラックは秋人と白石が作ります。おう、青柳くんはやらないんだな。音楽に詳しそうだしできると思ったんだけど。遠野さんからも似たことを言われました。でも理屈的には音を並べられても俺が目指しているような響きにならなくて。もしかしてサンプリングしないで全部打ち込みで作ってるの？すげえじゃん。いえ、もともとクラシックをやっていたこともあり、ストリート文化特有のサンプリングをなかなか噛み砕けないだけなんです。それで一から打ち込みをしているんですが、自分でもこれだと思える音にならなくて。なるほどな。参考までに聞きたいんだけど、青柳くんはどんな曲を目指してるんだ？
そうですね。なんて言えばいいんでしょうか。グルーヴ感と言えばいいのか。聴く人の心を震わせる力強さがあるような。グルーヴ感、力強さか。さっきのテーマで言うと、性のイメージはできるんです。きっと自分なら少ない音数を丁寧に綺麗に重ねて、その中で楽器の調和は印象的に描く。おそらくそういう工夫をすると思います。ですが、どうの、聞いた人の心を激しく震わせられるような熱くて力強い音のイメージが俺にはつかない。ラッドウィーケンドを超えるために必要なのはこのドの音だと思うんです。だから俺の課題はこの力強さの作り方をつかむことにあります。なるほど、イメージはわかった。でも具体的にどんな曲がドになるんだろうな。あ、相馬さんが作ったという未完成のトラックは俺のイメージにとても近いと思いました。え、俺の？はい、新曲のこともあって遠野さんたちとみんなでトラックの話をしたんです。相馬さんのトラックには疾走感があって自由な感じがして、激しい中に優しい音色があって聴く人の手を引いてくれる、とても心に響くトラックでした。聞いていて憧れてしまうくらいに。なんか照れるな、褒めすぎだって。いえ、遠野さんも本当に優れたトラックと話していました。この曲で歌いたい、そう信じさせてくれると。新た、そんなこと言ってたの？はい、とても大事にしているようでした。俺も聴かせてもらえてよかったです。相馬さん、あのトラックはどんな作り方をしていたんですか？もしよかったらトラックメイクについてアドバイスをいただきたいんです。あんな風に俺も心を震わせられる曲が書けるようになりたくて。ああ、作曲か。悪いけど教えられるようなことはないと思うよ。作曲はほとんど新たにやってもらってたからさ。え？でも遠野さんは、あの曲は相馬さんが作った曲だと。正確には新たとは二人で曲を作ってたんだ。俺はサンプリングとか、これすげえイケてるじゃんってフレーズは思いつけても、曲としてまとめるのは苦手でさ、そこを新たに任せてた。だから俺の作曲能力は中途半端なんだ。青柳くんが知りたいようなことを教えられる自信はないな。そうですか。無理を言ってしまい、すみません。残念だな。あの曲のようなグルーヴ感をつかめたら、俺もみんなの力になれるかもしれないと思ったが。しかし、次のイベントのためにも気を抜いてはいられない。俺は、俺のできることをやらないと。本当に一生懸命だな。え？そうだな。うまく青柳くんの助けになれるかはわからないけど、サンプリングのアドバイスくらいならできるかもしれない。サンプリング？それで目指す音に近づけるかはわからない。だが、もしかしたらヒントになるかもしれない。ぜひお願いします。そこまでかしこまらなくてもいいって。まあよろしくね。ああ、でももう遅いから、やってみるのはまた今度にしない？あ、そうですね。こんな時間まですみません。気にしなくていいよ。教えるのはいつでもできるし、青柳くんの都合がいい日に来てよ。ありがとうございます。それでは練習の帰りにまた寄らせてもらいます。ああ。
いつでも待ってるよ。まさか、サンプリングを教えることになるなんてな。でも、青柳くんに教えることで、新たな役に立つことにつながるだろうし、俺は、今の俺にできることをやるしかないんだ。